終わり名所図絵、巻き奈終わり名所図絵は、江戸時代末期から明治時代初期にかけて刊行された終わり国の知史。なお、本記事においては現在出版されている関連図書で終わり名所図絵としていることから、以降、図絵で表記し、終わり名所図絵付録として知られる、小春田の新、清水についても触れる。終わり藩士で学者の岡田文園と、 春日井軍美和島にあって美和島橋の橋守役を務めていた野口一部家の八代目野口梅巨都が表し、終わり藩市で画家の小田切春江や春江の死にあたる森高賀が挿絵を描いたもので、終わり国八軍の名所が描かれた。全十三巻。天保九年から天保十二年まで約三年をかけて執筆され、天保十五年二月に全編七巻が刊行されたが、 これによって、野口家はその財産をほとんど使い果たしてしまったという。このため、後編六巻の刊行は、明治十三年、愛知県の資金援助を受けて、名古屋の書士、永楽屋の方の東ず四郎の手で行われた。同志は、愛知県図書館や名古屋市博物館などが、収蔵している。小春田の新、清水は、文猿によって、終わり名書図への本居番として、 全8巻で編纂され、開盟6年に全編が刊行されたが、後編は、文猿が万円元年に没したため走行のままで完成せず、昭和5年になって、名古屋オ古会により活版印刷で出版された。明治23年に、終わり名所図、会という観光ガイドブックが出版されている。終わり名所図へとの直接の関係はないが、一部で、これとの表記の混乱が見られる。 ありがとうございます。